い、皆さんこんにちは、カタリウムのカタリです。減塩都市続きやっていきたいと思います。だいぶね間空いちゃったんですけども、ちょっと急な出張とかありましたね。仕事の関係で遅くなってしまいました。申し訳ありませんでした。ではですね、海上都市の途中だったと思うんですけど、これから敵が出てくるかもしれないかなと思う手前でセーブができたので、そこで止まってたと思うんですけどね。海上都市情報、現在位置、潮流実験プール、地区内北、一般職員立ち入り禁止区域。あ、これから一般職員立ち入り区域に行くってことかな。申請区って言ってもまだ政治中枢としては機能してないので、じゃあ行ってみましょうかね。どう歩けるんだこれ。おお、エレベーターかなんか乗ってくんだ。あ、すごいね。長いですね。結構深くへ潜っていく感じ。長いな。あ、来た来た来た。またセーブができると、一応しとくか。同じとこやってもなんか新しいの作るかな。でですよ、一応ねマップをね印刷したので、それをちょっと見ながら行きたいと思うんですけど、結構複雑なんですよね。とりあえずこれ敵でしょう。あ、違う、新型電脳炉はもう稼働しているはずだよ。ごく一部の関係者しかその本体を見れないけど、ここの仮想にあるって聞いたけど、私たち一般職員には縁のない世界である。あ、一般職員なんだ。なんだ、新か。機密作業服の引きを受けなかったのか。あ、これが機密作業服なんですね。まあいいさ、こいつが必要な時が来たら最後さ、こんなものは気休めだよ。で、アイテムがあるとことないとこがあるので、アイテムがあるとこだけ行きたいと思います。サンダークトを手に入れたな。じゃないですか。今148。あ、全然違った。なんだ、弱いやつじゃないですか。黒のマント、これって着て大丈夫なやつかな。あ、防御力軍隊が、ここでヒットポイントとか減らなければ大丈夫ですかね。じゃあ次、ネオグラック、これは何だろうな。で、2つ先、スワスティカの銃、
銃を使えと言わんばかりですね。アサルトライフルが今218、ケーブルが確か高いんだよね、312でしょ。でスワスティカの銃420、うわっす、 MP とかまた消費しちゃうやつだとちょっと考えちゃうけどな。最終的に左に行く。この回のアイテムは全部拾ったようなの でかつ話もだいたい聞いたから、ここかな、ここだね。アイテムなし、敵がいるらしい。あ、これね、敵。さて銃の威力はどのぐらいなんでしょうか。4000弾あるから全然残弾は平気ですね。あ、一撃でいったそう。方面犬に変化しようか。で問題は同士が弱すぎるんでレベルアップをしときたいとこなんですよね。同士に順番さえ回ってこないよ。あ、なんか受けてるよね、混乱してんの。あ、もしかしてさっきの黒のなんとかのせいかな。どうし、あ、仲間呼んでるし。あれ、孔明はいいんだけど原点ヒットポイント減ってなかった、打つたびに。同士のちょっとさっきの黒のなんちゃらは外そう。孔明は変化して、あ、やっぱ減ってるヒットポイント。まずい、強いけどまずいね、これは。あ、すげえ減ってる、 40g 持ってかれますね。これはまずい。そうすると、なんだっけな、アサルトライフルぐらいにしておいて、でアイテム使用回復。すげえ取られてたぞ。弱くなったから一撃じゃダメでしょ。どのぐらいできるかな。あれ、ランになった。まあなんとかいけますね、この武器でもね。じゃあこれでいこう。結構深いんですよね、ここね。一回で終わらせたいとこだな。しまった、変化するの忘れちゃった。変化、
腰がやばいな。動詞があるかか、もしかして攻撃してる、そんなことない。ちょっとやばい。回復アイテムがすぐなくなっちゃうな、こんなことしてたら。で、先へ進むと、フロアで、あ、敵だ。こんなとこまで、中まで入ってくるんだ。回復するんだ、こいつは。攻撃はしてこなそうですね。すごい強い。孔明の攻撃がめっちゃ入る。どんどん増えていくぞ増えていくぞ。あれ、やっぱ老子勝手に攻撃してるな。これどうやってやんだっけ。あ、これか。乱れてるからだ。乱れてるってのも変だけど、そしてヒットポイントがすごい減ってる老子。なんか乱れてんの止めるのってなかったかな。ブラックってなんだろう。どうしよう、なんかよくわかんないけど使ってみよう。あ、ブーだ。じゃあ、いや、このまま行きましょう。で、F に来たから、ファーム条件に下まで一気に行って。またなんか変なやつだな。ほぼほぼ原点の攻撃が入らない。まあ倒してるからいいか。場合によっては一旦戻った方がいいかな。とりあえずできるだけこの回でアイテムを取って、で呪文で確か町に一気に戻れるので、で老子を直して戻ってきますかね。であと回復アイテムをいっぱい持ってこないと、あるいは老子の防御をもっと上げてこないとダメですね。ただレベル上げには良さそうな場所ですね。
こ上がったところで、この階にはなんかアイテムがなさそうなんで、このまま素通りしていきます。いい感じにレベル上がりますね。経験値多いからな。で、突き当たり、あ、これこの中入れて、なんか変なとこだな。あ、これセーブポイントじゃないかな。あ、また変なのが来たぞ。全然役に立たない。急しか入んなかったな。あ、うそ。老子死んだんすけど。マジかよ、また仲間に呼ぶし。マジか、ロッシーだぞ。あれ、動けないんですか。どういうこと。死んでると動けないんだ。あ、セーブできる。現在地潮流実験プール。なんか物を買ったりっていうのはできないのかな。できなそうですね。こっちも一緒かな。ネットサービスでいろいろ買えるといいんですけどね。買えないですね。で、今ここに来て、よいしょ。違う感じなんですけど、あ、なんかあったぞ。で、バッグを手に入れた。敵。またこいつか。アイテムいっぱい持ってないとダメだな、やっぱり。おお、なんかいっぱい、あ、なんか気を失ったり、うろうろしてるぞ。やっぱ一回戻んなきゃダメっぽいな。一回だけちょっとこの階にアイテムを回収しておきたいですね。で、この下にもなんかある？あ、また増えた。
孔明だよりですね。孔明が落ちたらちょっとやばい。どうしてもそこそこ入るけど。あと1個アイテムがこの階にある。よし、耐えられるかな。おお、誰に攻撃してんだよ。あ、やばい。ユニテはしょうがない。術でどれだ。 戦兵器なんだっけな。あ、回復したね。デスクローってなんかやばそうだな。もう1フロアあって、あ、やばい、ロッシュじゃった。これ回復できんのかな、この状態で。伝術、あ、できないんだ。あ、どんどん増えていく。あと1個目に行く。で、次は、あ、敵だ。するやつだぞ。あ、仲間を呼ばなければいつか倒せるでしょう。だ、オブロシレベル19。違うな。左に行かないといけないんだよね。あ、ロッシュの乱れたやつなくなりましたね。
んなことなかった。で、これが左に、あれ左に行けないよね。この中通れんのかな。この中を通れるってことか。マップでは左に行けるんですけどね。やばい、ローション落ちちゃった。やっぱりローションのあれだな、防御をちょっと上げてこないとダメ。それを取ったらちょっと町に一旦戻ろうかなと思ってるんですけどね。どうし、今回ロジア全然役に立たないって感じだもんな。役に立たないどころか足引っ張ってますよね。OK。ただレベルだけ上がっていくな。左に左に行って。使えるよね。あ、使えた使えた。ディスク2を入れてください。どこまで戻っちゃったんだ。これは多分最初の町まで戻っちゃったんじゃないかな。はい、スピナーの発着場に来たので、とりあえずスピナー乗って最初の町に戻ろうかなと思います。で、ロシのね、防御の方をちょっと強化してから、そして回復アイテムを大量に買い込んでから、また元に戻ってこようかなと思ってます。ロシの防御がねあまりに弱すぎるんで、レベル云々の以前の問題ですよね。それで最初の町に来たはずなので、戻ってきたよね。は
北っぽいですね。A 店の家に行けるはずなので、はい、来ましたね。じゃあ今回ね、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。